全日本大学駅伝区間予想。さあ皆様、出雲駅伝終わって、はい、箱根の予選会終わって、うん、MGC 終わって、うん、さあモードは全日本大学駅伝ですよ。そうですね、はい、やっていきますけども、はい、まず最初口火を切るのはどの大学ですか。はい、駒澤大学です。おーしょー。来ましたね、とうとう、はい、いやいや、もう1冠目取りましたからね、うん、そうだ、うん、もう3冠ね、狙ってるでしょうから、はい、3冠チャンスはもう駒澤だけということですね。そうですね、しかも一番得意とされてる、うん、この全日本大学駅伝、はい、そうですね、3連覇中ですからね、うん、ね、うん、でトータルの優勝も多いんでしょ。トータルも多いですね、ですね、うん、今回も強いと思いますけども、はい、今日はね、区間予想、はい、エントリー予想やっていきますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。これ一気にもう1区から8区まで書いてもらってるんですか。一気に書いてます。わかりました、はい、ではよし、1区から8区までお願いいたします。はい、僕はこちらです。ドン。1区花尾選手、2区佐藤圭太選手、うん、3区に山川選手、4区赤星選手、5区に伊藤選手、6区安原太陽選手、7区に鈴木芽吹選手、8区に篠原選手、オールスターですね。ありましたね、オールスターですね。オールスターです、これ。やばいね。はい、まず花尾選手ですね、はい、あの、まあ、去年出雲の1区を走ったあのイメージをちょっと描いてます。なるほどね、はい、2回構想してる8区も考えたんですけど、うん、怪我明けっていうことを考えると8区はちょっと長いのかなっていう、うん、ちょっと厳しいのかなっていう気がしたので、うん、まあ、あの1区の最短区間に花君を置きたいと思います。なるほど。で2区に佐藤圭太選手出ました、はい、まあ、前回ね素晴らしい走りしましたし、うん、あの出雲駅でもね世間の予想通り2区だったんでですね、もうここはね変える必要ないかなと思います、うん、でまたね区間新の走りを見たいですね。確かに、はい、うん、で3区に山川選手、おう、はい、まあ、出雲駅伝3区でね他の大学のエースをもう軒並み倒してでした ね、 ね、日本人トップになりましたね、うん、はい、で全日本ではね前半のエース区間に来てもねもう非常にね安心感がもうありますね、うん、去年4区で区間賞を取った選手なんで、はい、もう今年はね3区で区間賞もあるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね。で4区にね赤星選手です。お、はい、まあ出雲駅伝ではね当日変更で外れてしまって、うん、走れなかったんですけど、もう一つの出雲駅伝で ね、うん、ねしっかり1位になりましたから、うん、はい、しっかりね実力示しましたね、うん、で監督からね全日本はねしっかりこう準備しとけよっていう風に言われてるみたいなんで、なるほどね、走ってくるんじゃないかなと思ってます。いや間違いないと思いますよ、うん、でそして走るのはね2年生の時に構想したこの4区に、ね、配置したですね。そういうことね、はい、そして5区は伊藤選手来た。5区ね一番僕悩みました。他にもね赤津くんとか、うん、小山くんとか、はい、庭瀬くんとか確かに1回いるんですよ。いますね、はい、ただね出雲駅でもね安定した走りをした伊藤くん、うん、まあ、もうね安全に行くならこの方かなと思います、ね、うん、はい、で6区に安原太陽選手来ました、はい、うん、この方ね2年連続全日本6区走って、うん、もうね安定した走りしてますので、うん、もう何かない限りはね僕は6区で間違いないと思います、うん、で6区でね勝負つけるような走りをね安原くんできるんで、はい、もう今回もねそんな走りになるんじゃないかなと思ってます、うん、で7区に鈴木芽吹選手、うん、来ましたね、はい、まあ、去年ね田澤くんがとんでもないタイムでね区間シーンを出した区間なので、うん、まあ、今年はね芽吹くんがその区間をね受け継ぐんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、区間新記録を更新するのはね相当ハードル高いと思うんですけど、うん、まあ、そこを目指して走ってほしいですね。そうですね、うん、うん、確かに。で8区にね僕はね篠原くんにしました、うん、ここか、はい、まあ、8区はね一番長い区間なんで、うん、もう学生ハーフ記録を持ってる篠原くんはね適任じゃないかなと思うんですよ、うんうん、でもちろんねあの前半の大事な区間も考えたんですけど、はい、まあ、7区芽吹くん、そして8区篠原くんが走れば、うん、もしね前半なんかあって負けてたとしても、うん、もう逆転が可能じゃないかなと思って配置しました、うん、強力な7、8区ですね。そうなんですよ、うん、もう何かあってもこの2人なら絶対逆転できるんだと、はい、うん、思いましたね。わかりました、うん、もうなんか名前が全員がねどの大学に行ってもエースを走るような名前が並んでますね。そうです、間違いないですね。すごいな、うん、わかりました、はい、さあどうちゃん今のね、ヨッシーの予想8人聞いてどう思ったのかな、うん、はい、どうちゃんの8人お願いします、はい、僕はこうしました、うん、おい、うん、1区伊藤選手、おい、2区佐藤圭太選手、うん、3区篠原選手、はい、で4区山川選手、うん、5区赤星選手、うん、で6区安原選手、うん、7区鈴木芽吹選手、うん、8区花尾選手です。なるほどね、はいはい、まあ、メンバー的には一緒です。一緒でしょうね。一緒だ、ね、うん、なりますよ一緒に。そうね、こう考えるのがまずオーソドックスです、うん、オーソドックスね、うん、1区は伊藤選手にしました、はいはい、唐澤選手はねまたエントリーされてないもんですから、確かに、ね、やっぱ1区唐澤組んでやっぱ僕も考えてましたけど、うん、いないもんですから、うん、確かに、
じゃあ代わりに僕はあの出雲の時から伊藤くんじゃないかとか言ってたんで、うん、伊藤くんで僕は行きたいと思います。なるほど、はい、まあ安定して走れますよね、うん、ここもう駅伝も慣れましたし、うん、彼はで2区は佐藤圭太選手、はいはい、出雲の2区でね、うん、めっちゃ悔しがってたんですよ。お区間賞だったけどね、はい、うん、ただ区間去年の記録を抜けなかったって悔しがってたんですよ、うん、だからどこまで高望みがすごいなと思って向上心だね、はい、向上心ですね、はいはい、それで考えたら、うん、去年笠井君に敗れてるんですよねこの区間で。そうね、全日本ね、はい、ですから区間賞は取る走りするんじゃないかなと僕は思います。はい、で3区は篠原選手、はい、はい、まああの駒澤って、うん、僕思うんですよ、三冠取った時ってもう全部圧勝だったんですよね、うん、去年ね、もう大競りしてないですよね、箱根の四区ぐらいまで、うんうんうん、あとはもう大競りしてない、特に全日本は競り合うことがあんまなかったような気がします。そ、ね、うんうん、考えるともう、もう前半で篠原君を使って、うん、もうまた差をつけて、うん、この先逃げていこうっていう、なるほど、ね、作戦取るんじゃないかと思って、うんうん、で3区は他のエースも来ますからね、他の大学も、うん、ちょっとキーになるんじゃないかと思って篠原君にしました、うん、はい、なるほど。で4区は山川選手、うん、まあ昨年区間賞を取った人なんで、そうですね、そのままいいんじゃないかと僕は普通に思います、うん、はい、強いですしね、うん、強かったもんね、いつも強かったし、うん、これも強かったし、うん、だから強いから、うん、もう問題ないと思います、うん、僕4区で、ね、はい、で5区は赤星選手、はい、やっぱ吉井が言うようにもう一つの出雲駅伝で、うんうん、調子がいいって言われてましたけど、もう一つのその出雲駅伝で、うん、1位になりましたから、うん、本当調子も良かったんだろうなと思って、うんうん、確かにね、はい、ね、調子の良さを維持して、うん、全日本は僕は走ると思います、うん、はいはい、6区は安原太陽君、うん、はい、まあね、もうここのスペシャリストというか、うん、そうね、全日本の6区のスペシャリストっぽい感じがします、うんうん、はい、そして1人で走って、うん、まあ、1人でこう押せるんで、うん、そして引き離すこともできますから、うん、もうここでは僕トップにもちろん立ってるんじゃないかと思ってて、うん、そしたら安原くんはまた安原くんの力をね発揮できるような走りするんじゃないかと思います、うん、ね、はい、で7区は鈴木芽吹選手、まあ、はい、なるね、もう駒田のエースはね、うん、なんか7区行きそうなんですよ、うん、僕、まあ、田澤くん8区もあったんですけど、うん、まあやっぱ7区の走りがやっぱ印象的なんで、うん、僕は芽吹くんは7区だ、まあ、アンカーじゃなくやっぱ7区かなと思いますね、うんうん、だからまあエースは7区ということで、はいはい、鈴木くんが7区で、うん、問題ないと思います、うん、で8区は花尾選手、はい、この方ね、一昨年は逆転っていうかね、競り合いで勝って、うん、そして去年は圧倒的に単独走で勝ってるんですよ。そうですね、なるほどね、だからどんな走りももちろんできるんですよね、うんうん、そして出雲走りそうだったじゃないですか、うん、なんかあ走るのかなって思わせるぐらいのエントリーだったんで、うんうん、もう十分練習はできてると思うんですよ、うんうんうん、そしたら、全日本はまた慣れた8区で、うん、もうプレッシャーもそんな受けない8区で、うんうん、慣れた8区で僕は花尾君は走ると思います。なるほど、はい、去年の区間賞でしたしね。そうですね、はい、分かりました。これがね、もう予想がなかなか難しいんですけど、全然当たらないんですよ ね、 ね、これがまた、うん、ちなみにさっきどうちゃんがね、7区はエースって言いましたけど、はい、他の大学もやっぱ7区にエースが来るんですかね。と思います。まあ、でも作戦がね、いろんな大学あるでしょうね。そうね、はい、出雲でこう照らし合わせると思いますよ。出雲でやっぱ前半失敗したところは前半重視でくるんじゃないかなとか思ったりもします、うん、なるほどね、はい、わかりました、はい、で今ですね、2人に8人ずつ聞いたら、うん、まるっきりメンバー一緒でしたですね。あのエントリーは違えどね、うん、こう悩みに悩んだ9番目の選手いません？います。いますよね。めっちゃ悩みました。もちろんね、8人とも一緒と思わなかったんですけど、はい、9番目の選手教えてもらいたいと思います。はい、よしからお願いします。はい、僕はですね、うん、小松選手です。お1年生ほうほうほう、はい、僕はね本当に悩みましたよこの選手。ほう、まあ、4区か5区あたりに入れるかね、うん、すごい悩みました、うん、あの夏合宿もすごく良かったみたいですし、うん、一関ハーフを見ても、うん、なんか長い距離やっぱり強そうなので、うん、なるほどね、全日本からねもう出てきてもおかしくないのかなと思います、うん、はい、ただちょっとね、赤星くんがやっぱりこのまま全日本も出れないのはあまりにもちょっと酷なんで、うん、ちょっと赤星くんの予想にして、うん、なるほどね、小松くんは箱根からかなと思ってます。なるほど、はい、1年生で、うん、わ、うん、かりました、はい、ではどうちゃん、はい、9番目の選手、はい、教えてください。僕は小山選手ですね、うん、ああ1年生、ね、はい、うん、こっちも1年生ですね。1年生ですね。もう僕の場合は、うん、出雲小山くんがエントリーは来るだろうと思ってて来なかったんで、うん、そうでしたね。やさら海瀬くんだったんで、はいはい、海瀬くんめっちゃ調子いいんだなと思ったんですけど、うん、全日本の距離とかいろいろ考えると、うんうん、
小山くんでいいんじゃないかなと思ったりもします、うんうん、そして僕はね赤星くんというより伊藤くんですね、うん、一区ですね、お一区で1年生使ったら面白いんじゃないかと思うところで悩みました。あーなるほどね、はい、なるほどね、うん、それこそ海瀬くんの名前じゃなかったけど海瀬くんはないですね、まあ、出雲はちょっとスピードなんで選ばれたのかなって感じはしますけど、前年はちょっと違うと、まあ、全然わかりませんけどね、うん、まあね、はい、出てもおかしくないですけどね、まあね、あの1年生 もう小松くん含めみんな強いんですよ、うん、ちょっと層が厚すぎるってことなんですよね、うん、はい、1年生が強いってことはこれからも黄金の時代が続くかもしれない、はい、今の2年生世代も強いし、2年生がめちゃくちゃ強いし、そうね、確かに本当にどこまで強いのかと毎回思いますけども、うん、今回もねこのエントリー見て思いました、はい、注目です。3冠取るんでしょうか、うん、見ていきましょう、はい、本日は全日本大学駅伝エントリー予想駒澤大学編でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。